アクランド大佐とシドニー教、いて、ジョシュア・レノルズ作、1769年。左の人物が、シドニー教である。初代シドニー男爵、ダドリー・アレクサンダー・シドニー・コスビーは、グレート・ブリテン王国の外交官、アイルランド王国の貴族、ポール・コスビーとメアリー・ドットウェルの息子として、1730年頃に、生まれた。デンマーク駐在イギリス弁理講師に任命され、 1764年3月にコッペンハーゲンに到着したが、翌年に病気により帰国を余儀なくされた。また、また、1763年から1768年までキャリック選挙区の議員を務めた。1768年7月14日、リー州のシドニー岩石に除された。1773年12月、ダブリンで、 イサベラ・セント・ローレンスと結婚したが、子供を設けないまま翌年に1月17日に死去、シドニー男爵の借位は断絶した。ありがとうございます。